ミシュランのフラッグシップタイヤ、ミシュランパイロットスポーツ 4S に17インチサイズが追加ラインナップされました。ミシュランパイロットスポーツ 4S は今まで18インチから22インチまででしたが、待望の17インチモデルが登場。このタイヤはフォームラインのレースパターンをフィードバックしたスポーツタイヤになります。この17インチがラインナップされたことにより、装着できる車両の幅が広がることでしょう。その17インチモデルを使ったスポーツタイヤの性能を今回ご紹介いたします。撮影でお邪魔したのは千葉県香取市にある浅間台スポーツランド。フリー走行可能な関東唯一のジムカーナコースです。そして今回協力していただいたドライバーは、2018年 JAF カップオールジャパンジムカーナクラスウーマンチャンピオンにもなった東坊君江さん。新しくラインナップされたミシュランパイロットスポーツ 4S 17インチのタイヤの魅力について語ってもらいました。JAF 関東ジムカーナ選手権の、PN5 クラスに参戦しています。そうですね、車的にはあの改造範囲がすごい少なくて、で基本あの足回りのみ変えていいクラスなんですけども、それでタイヤの方がトレッドウェア280以上のタイヤの規制になってます。280以上というあのタイヤの選択になった時に、このパイロットスポーツ 4S の、 あのグリップ力のすごいバランスがいいっていうことを聞いていたので、実際に使ってみたいと思って、で本当実際に履いてみたらすごいもうコントロールするのが楽しくって、それであのそのまま走ってます。そうですね、私すごい走るのが大好きなので、もうすごいいっぱい走るのがすごい好きで、であの安定してもう何本も走れるっていうのがすごい魅力的で、でそれを実際にこう練習で見てる人もいますし、それでこう安定してタイムも出せるし、すごいそれはまあ、あの大会にも出ているんですけども、すごいあの今まですごいあのタイヤの減るクラスで走っていたんですけども、それに比べるとすごいたくさん走れて、で車 の、 あのダメージもすごい少なくって、すごいいいイメージがあると思います。本当今まではすごい減るタイヤだったので、あの練習用のタイヤと本番用のタイヤと、であと行き帰りにはまた山のあるタイヤに変えたりするので、今はもうそれをしなくて済むような感じなので、そうですね、もうすごいたくさん走れて楽しい感じですね。そうですね、やっぱり私たちはすごい走るのが大好きなので、いっぱい走りたいっていうところがあるんですけども、今まではまあ安いタイヤでツルツルまで走るのがこうみんなの中で多かったんですけど、このレギュレーションになってからやっぱりこうミシュランタイヤがとてもいいっていうのを知って、で実際に履いてみて、そしたらもう何ですかね、私はもう本当200本300本走ってるんですけども、それでも山がまだたくさんあって、で走行にも全然もう安定してたくさん走れて、で楽しくって、でそういう最初の高いイメージもやっぱあったんですけども、そういうそれ以上の楽しさがすごいあって、走りに行くまで、そして走ってる練習してる時、そして帰るお家に帰るまですごい楽しめると思います。そうですね、すごいグリップ力すごい安定してあるので、すごく尖ったところがあるっていうわけでもなくて、すごい分かりコントロールしやすい、すごいいいタイヤと思うので、まあ、練習から本番まで、すごいいいパフォーマンスが出せるタイヤだと思います。まあ、私自身すごい運転が上手くなりたくってジムカーナを始めたの で、 練習もたくさんしたいって思いで始めたんですけども、それで、練習もたくさんできて、でモータースポーツも楽しめて、で、
普段乗りもすごい安定して安心感があってトータル的にすごいいいタイヤだと思うので、まあ自分自身がモータースポーツあのスポーツ走行も楽しめて、でさらにこう普段 の, あの運転も安全に走るいいタイヤだと思います。走るのが大好きな人にぜひ使ってほしいですね。ミシュランパイロットスポーツ 4S に新たにラインナップされた17インチモデル、コストパフォーマンスに優れ満足いく走りができるタイヤになったパイロットスポーツ 4S17 インチモデル、ぜひあなたのお車でご使用してみてはいかがでしょう。あなたのカーライフがもっと満足いくものに変わっていくことでしょう。